中日ドラゴンズの強打選手がベイスターズにトレードされるんじゃないかというあくまで噂ベースの記事が出ました。2022年は入団後初めて100試合出場を割ってしまった強打選手です。立浪監督から檄が出て2軍に落とされるということもありました。そんな強打選手、ベイスターズの誰とのトレードなのでしょうか。強打選手のトレードはちょくちょく噂に上がりますけど、やっぱり2022年の成績の悪さがトレードの噂につながっていると思います。1軍では43試合打率1割7分2厘のホームランが3本、盗塁 1OPS0.545、 そして2軍でも39試合出場で1割8分の1本、盗塁 1OPS0.507 という成績で、2軍でも全く成績が出ていないような状況です。通算では出塁率2割9分ぐらい、 OPS0.616 ぐらい、盗塁もそれなりにできるという数字ではあるんですけど、かなり落ちてきています。そして守備指標にも大きな悪化が見られています。強打選手の守備指標です。2021年はレンジ R 守備範囲が 5.3、 そして UZR も 5.3 と、かなり高い数値になっています。ただ2022年、出場機会数かなり少ないのでちょっと参考程度ではあるんですけど、レンジ R がマイナス 6.5、 UZR がマイナス 9.2 という数値になっていて、明らかに守備も悪化してしまっているということがわかります。ライバルとなる土田選手の打撃成績、そして守備指標も見ていきます。土田選手の2022年の成績見てみますと、打率が2割4分8厘の3盗塁、OPS0.573 と、経験であったり年数考えると、それなりにいい成績だとは思います。そして守備仕様も、レンジャールプラス 4.3、UZR プラス 6.1 と、現在の強打選手の守備力を大きく上回っているように、この数値上は見えます。そんなところでトレードの案が浮かんでるわけなんですけど、トレード候補は横浜ベイスターズのあの選手だとデイリー新潮は伝えています。デイリー新潮はトレード候補として戸柱選手が上がっているというふうに伝えています。中日ドラゴンズは木下選手のライバルであったりバックアップがいない状況、そして内野手はドラフトでもかなり取りました。一方横浜は右の大和選手がメインではあるんですけども、少し成績的には物足りないというところと、左の森選手がもうちょっと時間かかるかなというところで、つなぎとしても強打選手が一人いた方が、かなりベイスターズとしても嬉しいというところで、峰井選手が FA 残留だったらこのトレードがあるんじゃないかと、あくまで噂ベースでの話でございました。以上です。